の人は忘れろと言った。全てを受け入れ前に進めと。でも俺は耐えられなかった。その罪には償うべき罰が与えられた。語られなかった真実の記憶、物語の裏側がついに明かされる。ペルソナ2罰。街に流れる不穏な噂、発生している連続猟奇殺人、交わした約束の記憶が新たな運命を引き寄せる。私は彼に会いたい。邪魔しない。人間一人では生きていけないんだぞ。いい男連れて出直してきな。死んで正解だぜ、こんな世の中じゃな。まだまだ腕は鈍っていないようですわね。ならば二度地に這わすまでだ。蹴りをつけるまでは死ねないんだ。達也を取り巻く新たな人間関係、物語の裏側で何が起きていたのか、少年の戦いの記憶が描かれる。こんな無駄な争い終わりにしないか。思い出す。運命からは逃げられねえってことよ。人を欺き陥れ続けた鍋の果てがそれか。俺たちはまだ負けちゃいない。新たに生まれ変わった罰の世界、罪から連なる戦いはついにクライマックスへ。眠っていた物語が今動き始める。ペルソナ2罰。向こう側へ。